アルミさんこんにちは。それでは今回なんですけども、LINEPE 最大12%還元、生活応援祭のキャンペーン、楽天ペイもセブンイレブンでお得にということで、今回は LINEPE、そして楽天ペイのキャンペーン2つ紹介していこうと思います。早速、LINEPE ですが、こちら、LINEPE 生活応援祭、LINEPE イマイカラー最大2%プラス、LINEPE ボーナス最大10%合計で12%戻ってくるキャンペーンということですね。今回はスーパーやドラッグストアで高度支払 払いをして5%もしくは10%が付与されます。 で、こちらの期間はちょっと先なんですけども、2019年の10月の18日から10月の31日までとなっているので、来月の後半ということですね、まあ。このキャンペーンというのは、この画像にも出てる通り、ご自身の l i n e イのマイカラーによって、それぞれ還元率が変わります。ちなみにマイカラーはこんな感じに、グリーン、ブルー、レッド、ホワイトの順で、左から2%から0.5%の間となります。この判断基準としましては、ご自身が前の月に、l i n e イでどれぐらいの額を決済したかで決まります。今回はその マイカラープラスキャンペーンの5%もしくは10%が加わって最大で12%まで還元されるキャンペーンとなります今回の対象の加盟店としたらスーパードラッグストアの対象加盟店約45社ということになります そして10、10%対象の店舗の例としたら、OK、サミットストア、成城石、東急ストア、ベイシア、ライフ、次に5%対象店舗として、その他のスーパー、ドラッグストアということになってます。この対象加盟店についての詳細には、後日発表がされるみたいです。そして、今回もらえる特典は、まあちょっと出てるんですけども、支払額の5%、または10%の l i n e p e ボーナスとなります。しかも、即時付与で上限は1000円まで還元されます。まあ、これまでと比べて、還元の上限は 気持ち低いんですけどもないよりかは全然いいですよねそしてまた即時付与というのが魅力的ですここまでは LINE ペイに関する情報でしたそして次は楽天ペイですね今出てる通りなんですけどもセブンイレブンで711円以上お支払いすると1万ポイントが当たる抽選で711名様というキャンペーンと下にもあるお支払いした方全員もれなくもらえる150ポイントもらえるというキャンペーンですねそうなんですよ今度10月の1日からセブンイレブンで楽天ペイが使えるようになりますそこで今回キャンペーンが 開催されるということになりますね。 ま、先ほどの抽選に関しては出てる通りの条件なので、これは省きまして、まあ、ちょっと先ほどちょっと出てた全員が漏れなくもらえるキャンペーンということなんですけども、先ほどの150ポイントの方ですね。まあ、こちらまずエントリーが必須となってまして、キャンペーンそしてエントリーの期間は10月の1日から11月の1日までです。今回は1回あたり税込み711円以上のお支払いをすることが条件となります。まあ、期間中累計ではなくて1回あたりとなるので、ここは注意が必要です。そして条件 満たしたら楽天スーパーポイントが150ポイント付与されますポイントの新定日は2019年の12月末ということでもらえるのは楽天の期間限定ポイントが付与されますまあざっとこんな感じですねそんなこんなで今回は LINE ペイそして楽天ペイのキャンペーンそれぞれについてお伝えをしましたまあ楽天ペイは10月に入ってすぐにエントリーができるのでまあ試しに711円分お買い物をするのもいいと思いますそして LINE ペイについては D 払いのキャンペーンとかが終わったタイミングで使うといいかもしれないです、ね むしろ、d 払いのキャンペーンが終わるのに、あえて合わせていそうな気がしますね。まあ僕も対象のスーパーやドラッグストアが近くにあれば、今回の l i n e p e のキャンペーンも活用するかもしれません。ので、詳細情報が出たらまた情報をこの動画でシェアしていこうと思います。一応今お伝えした l i n e p e そして楽天ペイに関するリンクを下の概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。